皆様お世話になっております。ルノーと所沢の杉山でございます。本日はアップルカープレイ、アンドロイドオートの便利な機能についてご説明をさせていただきます。こちらはスマートフォンとお車、このように USB でつないでいただくだけで簡単に使うことができる機能となっております。こちらアップルカープレイのボタンを押してみます。以前いただいたご質問で、こちらのルノーのマーク、これは何ですかというご質問がありましたが、こちらはホームボタンになります。こちらのボタンでですね、画面に戻ることができます。こちらもう一度押してみます。で、一番のこの目的はやはりですね、マップかと思います。マップ少し使ってみます。使ってみるとこういうふうに検索目的地と大きく出てきます。検索をしてみます。そうするとですね、Google と同じようにガソリンスタンド、駐車場などこのように項目が出てきますので、直感的な操作が可能となっております。一度戻ります。はい、それでは LINE を使っていきたいと思います。LINE を押してみます。新しいメッセージを作成しますか？それとも電話をかけますか？電話をかけます。どなたに電話をかけますか？翔平。発信します。はい。するとですね、今私に電話がかかってきてしまいましたので、一瞬動画が途切れてしまうんですけれども、私の携帯にですね、確実に今電話がかかってきました。このようにですね、スマートフォンを手に取らずとも、こちらの画面または音声でメッセージまたは電話をかけることが可能となっております。マップや LINE の他にも、Zoom、そしてポッドキャストや、また音楽聴いていただくことも可能となっておりますので、かなりですね、便利な機能かなと思います。今のお車はですね、ルノー車、カングーを除きまして、すべてこちらのお車が Apple CarPlay、Android Auto が対応可能となっております。はい、こちらの Android Auto、Apple CarPlay は、かなりですね、最新の機能になりますので、従来のナビゲーションに慣れていない方はですね、かなりご不安な方もいらっしゃいますが、ほとんど直感的な操作で、また USB をつないでいただくだけで使うことが可能となっておりますので、皆様のご不安にならずにですね、どんどん使っていっていただきたいと思います。それではこちらのチャンネルがいいなと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ルノー所沢の杉山でした。リシュナグループでは新しくレンタル事業を開始しました。ロナンバーではない上質なお車を貸し出しするサービス、リシュナカレント。弊社が持つそれぞれの正規ディーラーが自慢のお車をご用意。フォードのエクスプローラーやアウディ A6 など、お手頃な価格で輸入車のある非日常を楽しみませんか？始め方はとっても簡単。概要欄よりアプリをダウンロードいただき、たったの3ステップで登録が完了いたします。デビューしたてのお車も続々と掲載中でございますので、ぜひぜひ皆様のご利用お待ちしております。